初戦から副隊長が負けるなんてね。月下班、緊張してるん。大丈夫アヌ、私たちにかかれば相手なんていないアヌ。そうね、今回は琥珀、プルート、あなたたち二人で挑むわ。私に力を貸して。任せとき月下班、うちもできる限り力を出し尽くすよ。アヌ、今でも信じられない。まさかヘルナが負けるなんて。ヘルナは特にこういう状況で負けないために感情を殺してきたのに。さすが世界、いつも私の想定を軽く超え、試練を与え続ける、無慈悲なものね。でもそれ以上に東吾選手、彼の実力は戦闘力以上の何かがある。そればかりは認めるしかないね。まぐれで副隊長は倒せない。そんな甘い相手じゃない。さて、次は月下お姉ちゃんだね。どれくらい強くなったのか楽しみね。強いよ、正直節下やメリアが見たら驚くかもね。楽しみですね。この1年どのような経験をしてどのように強くなったのか。まずは月下ちゃん、あなたの成果を見させてもらいます。そこから私たちの成果を見てましょう。そういえばことか、月下と一緒にいたのに大丈夫かな。ああ、そこに関しては関がついてくれてるみたいよ。関がいる。バカな、関がいないと月下の引きの能力とか戦闘力が十分に発揮されないんじゃないのか。どうしたの。悪い節下、ちょっと用事ができた。開始までには戻るよ。うん、私は別に問題ないけど、迷子にならないでね。どういうつもりだ、月下。あ、パト君こんにちは。今日の試合頑張ってくださいね。ああ、ことか、応援ありがとうね。残念じゃったのー、パト坊、月下はもう控え室じゃぞ。知ってるよ、俺は席に用件があってきたんだ。ほう、意中の相手がおらん間にわらわをも攻略する気かのう。わらわも罪な女じゃのう。冗談はやめてくれ、見たらわかるだろう。そんな雰囲気じゃないことくらい。落ち着くのじゃ、冷静にならねば話も完全に理解できまい。悪い、それでなんだけど、なんで関がここにいるんだ。なんで月下と同伴してない。誰にも言わぬと約束するかのう。するさ、つまりその言い方だと作戦という認識でいいの。そうじゃのう、この試合、月下は二人の旧鬼神使しか連れておらん。あとはわらわ以外ことかの家でお留守番じゃ。バカな、相手は元隊長だぞ。月下は言っておったぞ。月下よ、それはちと無謀すぎるんじゃないかのう。いや、これでいい。むしろこれで勝てないならおそらく白には絶対に勝てない。じゃがのう、白の前でやられたら本末転倒じゃぞ。少なくとも、旧鬼神使全員の力を使えば完封できるはずじゃ。そうね、でもそれは白戦で使う。シェインさんが勝ち上がったら月読さんまで温存する。この1回戦、事前の情報から勝負が始まってるの。常に全力で勝てばいいなんて甘い世界じゃないわ。月下は白戦に全力を注いでおる。故にこの試合、月下は幾度と計算と計画を考察して今の二人を選び、それで勝つと踏んでおる。相手の実力は見ればわかるのじゃ。ただものではない。じゃが月下もこの一年、そんな相手と戦った経験もある。あとはわらわたちは見守るだけなのじゃ。月下。ふう。前年度は一回戦、放火さんに負けた。そして今回は再挑戦。そしてその相手が前年度ベスト8のビビアンさん。相手は間違いなく世界屈指の強者、負ける可能性だって高い。なのにこの縛り。楽じゃない。だけどそこまでしないとメリアちゃんや白の目を欺けない。想定外の一手を作り出すことができない。私の素の実力だけだとか素のは不可能なら私は頭を使う。作戦と計画で出し抜かせてもらうわ。ただいまより1回戦第3試合が始まります。選手の方はスタンバイお願いします。そして今から試合の都合上司会が変わりますので紹介します。シェインさんは次の試合、司会なんてやってる場合じゃないわよね。でも誰が代わりに司会を。マッスル、全世界のノーマッスルども、プロテイン飲んでるか。今からはこの俺、マッスルの神前大使こと、レイゼが司会を務めマッスル。最悪だわ。集中できないじゃない。それじゃあ私が帰ってくるまでよろしくね。全世界で最も選んじゃダメな人選。さて、第3試合。この試合の見どころはまさに武闘派と能力派。力技で押し通すか、策でねじ伏せるかだが。あれ、思ったよりわかりやすい司会。あいつはあなたの大会の選手はもちろん、司会の仕事も平気でこなす、最高の人選だと思うぜ。さあ、力ある選手が今入場する。さて、行くか。先に現れたのは引き結果選手、能力、近接遠距離をこなすオールラウンダー。スピード勝負を得意とする彼女、最高成績は前年度のベスト32、今年度はどこまで勝ち上がるのか。そして後から現れたのはビリアン、ラルフッド選手、今大会でもトップクラスの攻撃力を持つトップランカー。最高成績は第2回、第4回ベスト8、今年度は初のベスト4以上になるか。東野先輩のところの長女か、お手柔らかに頼むぜ。はい、お互いベストを尽くしましょう。さて、どこまでのものか。
お手並み拝見だな。近くまで来ると、ビリビリ伝わる、強い。オーラだけの薄っぺらいものじゃなく、ずっしりと重い重圧的なオーラが。さあ、両者とも心の準備は整ったか。1回戦第3試合、四季月下 VS ギリアン、ラルフットの試合を始めます。レッツー、ファイトー。かわしたな。なんて破壊力とスピード。振動で身動きが。一撃が重い、なのにすごく身軽。お父さんを相手にしてるみたいね。大丈夫。でもまだ大丈夫。おせおせ、まだ前年度の方が早かったんじゃないのか。早く、掴まれた。悪いが女相手でも勝負ごとなら容赦なく顔面潰すぜ。ちはてろ。破壊の鉄器、倒。怒涛の連撃、まさに防ぐすべなしの猛攻。これはどんなマッスルでも耐えるのは可能。結果選手は跡形残っているのか、煙がなくなった時すべてが判明する。残るものか、俺の能力ですべて貫通する。それをなしにしてもこの威力、ただでは済まない。どちらにせよ勝負ありだ。これだけ食らっては立つことも不可能だ。結局無傷か。無傷の相手に背を向けるってちょっと間抜けすぎるんじゃない？でも大体あなたの能力の性質がわかったわ。今からやっと勝負開始よ。面白い。そうじゃなきゃ張り合いがないってもんだ。かかってこい、闘神ギリアン。お前の相手になってやる。ひどいのじゃ、ひどいのじゃ。なんでわらわを連れていかんのじゃ。何度言ったらわかるのよ。ビリアン戦で使わないからお留守番って言ってるじゃない。おかしいのじゃ。わらわだって役に立つのじゃ。指揮が必要じゃろ。そりゃあったら便利だけど、必要最低限って考えたら別にいらないし。結果がわらわをいらんようた。ひどいのじゃ。冷徹なのじゃ。悪代官なのじゃ。とりあえず、明日席はお留守番。他の吸気紳士の子たちの面倒見てて。嫌なのじゃー。せめて会場に忘れて行ってほしいのじゃ。ことかの面倒は見るのじゃ。私関さんがいてくれたら、すごく安心します。はぁ、わかったわよ。それじゃあ関はことかちゃんと一緒にいてね。パトボー、心配する気持ちはわかるがのう、結果を信じるのじゃ。あ、そうだね。ふぅ、パトボーもまだまだ若いのう。関さんすごいです。昨日の出来事をまるでなかったかのように。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。